日本でドラフターと呼ばれるものと同じ機能の製図器具と製図台、ドラフターとは製図用に特化された製図台の一種。製図盤上に T 定規、勾配定規、縮尺定規などの製図道具の機能を集約したアームが付いている製図台のことを指す。アームに取り付けられた定規自体が縮尺定規になっており、正確な寸法を直接読み取りながら、 同時に平行線や垂直線、正確な角度の斜線などが引ける。通常は製図板の高さや傾斜角度が容易に調整できる専用脚に据え付けられており、利用者が楽な姿勢で多様な作図や作戦を効率よく作業できるように工夫されている。製図板全体が磁石になっており、傾斜した製図板上に図面の紙を固定するために金属製の薄板を使用する。 ドラフターの最大の機能は、透明プラスチックなどでできた幅の広い定規2本が、互いに直角に、すなわち L 字状に、自在アームに取り付けられ、その定規を、製図台に貼られた図面上で、上下左右の自在な方向へ、平行移動できることにある。この平行移動により、図面の任意の位置で正確な平行を保った、水平線や垂直線が作図できる。さらに、 ドラフターに取り付けられた L 字状の定規は部屋、区の字状など任意の角度に設定できる。設定した角度はメモリにより正確に読み取ることができる。角度を変えた定規をそのまま平行移動できるので任意の角度の正確な平行線を描くことができる。ドラフター以外で製図のために広く使われた道具としては T 定規や平行定規がある。 これらは水平に保った定規を上下に平行移動して製図を行うための道具であるが任意の角度の線を描くためには三角定規や勾配定規を同時に利用しなければならない点で不便である。ただし水平線や垂直線を描くことが多い建築設計では一気に長い線を描くことができる平行定規を好んで使用するものもあった。一方で 複雑な角度の線を描くことが多い機械設計や土木設計ではドラフターを使用することが多かった。ドラフターは1990年代前半頃までは実務と教育において製図に広く利用された。その後実務ではカナダドルによる製図が主流となりほとんど使われなくなった。今日の教育分野においては工業高校、大学の工学部、建築学部などで 製図の初学者教育のためにドラフターが使われている。しかし、そのような教育機関においても、ドラフターを新規購入して古いドラフターを入れ替えるようなことは少なくなってきている。1953年に日本の株式会社、無党メモリ彫刻が国内で初めて制作、販売を開始。ドラフターという名称は、同社の登録商標である。 販売開始から芝叩く間に世界中の設計者に愛用されるようになった。最も生産が多かった1974年と1982年は、無党工業だけで年間13万台が生産されたが、カナダドルソフトの普及などから生産数が減少。2001年には無党工業も生産を子会社に行かん。近年の生産台数は年間5000台。 同社は、その後、手動式のドラフターの制作にとどまらず、プロッタやカナダドルなどの製作に着手し、有力メーカーとなっている。ありがとうございます。